オッドアイ109チャンネル、ご視聴ありがとうございます。先日富岳がマウスシールド、マウスガード、これでも結構前方には飛沫が飛ばなかったよという実験結果を出してしまいました。不織布マスクほどではないけれど、これもそこそこ前に飛ばない効果あるんだという何か CG が出てしまいましたけど、それ勘違いしないでください。絶対に勘違いしないでください。あ、これもマスクの代わりになるんだ、思わないでください。それはあくまでも一例として、例えばこれ鼻につけるところまでこうぴったりくっつけると、唇も当然こう喋るとついちゃいますけど、そこら辺までやってた時に前方に対してだけ出なかったよ、飛ばなかったよという話で、横には出ます、上にも出ます、下にも出ます。周りには空間続きがいっぱいありますので、そっちを伝わって出てしまいます。前方に対しての圧力を消してしまう。それは私もスプレー実験でやったので、そういう結果私も出ました。ただ前方に出なくても上方向にその分噴射してしまう。圧って圧が逃げられる方向があると、そっちに向かって曲がってドーンって出ますから。前方に対して出ない、対面して喋っている時に相手に対して唾を飛ばさないという効果はあります。でもそれは唾であって直接飛沫だけです。ゆっくり落下飛沫や浮遊飛沫、そういったものはこれ出ますので、それは風の流れによってどっちの方向にでも前にでも後ろにでも横にでも飛んでっちゃうウイルスですから、ウイルスを出さないわけではありません。実際の飛沫はなかなか見えませんので、これは水を使ったスプレーですが、下からライトアップすることによって可視化してみました。疑似的な飛沫だと思ってこれを見てみてください。こうやって落ちていくもの、粒の大きい唾とかしぶき、そして空中で落ちないで消えていく、ふわーっとこうまだ空中に霧が漂ってますね。これがふわーっと落ちないで消えていくミスト、だんだんゆっくり落ちていくミスト、大きな粒しぶきはすぐにまっすぐにかなり距離を飛んだ後ピチャッ、下に落っこちる速度も速いです。この中に3つ以上いろいろな形態はあると思いますが、大きく分けてこの3つに分けて考えてみたいと思います。これが大きな唾やしぶき、今までのマスクの飛沫を防ぐ実験などでも出てきましたけれど、これがその次の、中くらいの飛沫、これは落下していきます。大きな粒、唾やしぶきほどではありませんが、ゆっくりじわじわっと落下していきます。でもこの中にも落下せずに空気中にふわっと消えていく浮遊飛沫も含まれていますよね。実際にはこの3つではなく、その中間というのも区切れると思いますので、まあ、この3つじゃなく細分化すればもっといろんな種類に分けられるのかもしれませんけれど、主にこのゆっくり落下する飛沫と空中で霧のように消えていく浮遊飛沫と、唾、しぶき、この大きな点々ですね。これを直接飛沫、浮遊飛沫、ゆっくり落下飛沫という形で今回は区別して考えてみようと思います。ウイルスを含んだ浮遊飛沫、見えないのでどれくらい届くのか、距離感がなかなか分かりにくくて不安ですが、吸引することで感染してしまうこの浮遊飛沫、届く距離感はソーシャルディスタンスで言われている2メートルではありません。おおよそタバコの煙の匂いを感じる距離感と考えていいと思います。どちらも人の口から吐いた量の浮遊微粒子であって、大きさもほぼタバコの微粒子とウイルスを含んだ浮遊微粒子似ているんだそうです。このタバコの煙の匂いを感じる距離感、人によっても匂いは感じ方が違ってしまいますが、この距離感がおおよそ浮遊飛沫の届く距離感と考えて警戒する方がいいと思います。実際に使ってる人、鼻とか唇がこのシールドにつくのを嫌がってこうやって下げて使ってますよね。位置が下がってます。まっすぐな状態ではなく、実際に使うと多くの場合少し斜めになります。テレビを見ていると中にはこんな角度で使っている人も結構います。この時点でまっすぐじゃなくってこう斜めにかき上げるウイングみたいな形になりますよね。そしてさらに口が開くんです。これは口が開いてない状態なんですけれど、ここからさらに口が開いたら下がるんです。顎が顎関節のところを支点にして
こうやって円運動するとただ下がるだけじゃなくて角度がこうさらに開いて下に下がるんです。口から飛沫が出るのは口を開けた時です。マウスシールドは口を開けると下がって角度もさらに傾斜しますから、上方向にかき上げてしまい、ゆっくり落下飛沫と浮遊飛沫をかえって遠くに飛ばしてしまうこともあります。この状態で喋ってる、口を開けてる、くしゃみをしてる、咳をしてるという状態になりますから、この状態じゃないんですね。この状態は口が閉じてる状態です。実際に飛沫が飛び出すのは、これが下がって角度がこう開いちゃった状態で、ゴホンゴホン、くしゃん、ペチャペチャ、そういうことになるわけです。そうするとここから出た飛沫って本来だったらこっちへ出るはずのが上に向かってかき上げられちゃうんですね。その分到達距離が直接前には出ないけど上にかき上げちゃったら風に乗ってその分遠くまで到達してしまうかもしれません。スプーンスポイラー効果。スプーンの丸い方に水を当てると水はこのように拡散して周りに受け流されていきますが、スプーンのへこんだ方に水を当てると圧力を一箇所に集めてかえって遠くへ集中して飛ばしてしまう効果があります。丸くシャベルのようにラウンドしているマウスシールドも内側から圧力を加えるとこのスプーン効果と同じ上に圧力を集めて遠くへ飛ばしてしまう効果も発生することがあります。このように先端が丸く折り返しているような形状で圧力が逃げないように内側に囲い込むような形で作れば透明なものでももっとマシなものが作れると思うんですけれど、現状唾を食品などに飛ばさないための道具であるマウスシールドをテレビ局などがもうこれでいいんだ、これで対策したことになるんだとばかりにたくさん使ってますけれど、本気で感染を防止したいんであればもうせめてこれぐらいのものを自分のところで作ってやってくれればまだそのなんとか感染を防止しようとしてるんだなという気配は見えたかもしれません。もちろんこれでも外と空間つながりである以上感染はしてしまいますし、浮遊飛沫も 100% 抑えられるわけではありませんけれど、現状今のマウスシールドではあまりにもちょっとプアーです。これでは人を感染させてしまうことも防げませんし、何より演者自体が自分の感染に対して無防備、防御していないことになってしまいます。いろんな条件、風の条件とかその人の付け方、いろいろみんな変わってきますので、富岳が間違ってるということではないんですよ。富岳はすごい計算をしてるんだと思いますけれど、あくまでも一例である。その付け方が変われば結果も全く変わってくる。それはマスクでもそうですよね。マスクで上に飛沫がどれくらい出るっていう実験、今回素材実験のでもありました。ウレタンマスクがやはりダメなんだということは、そしてついでに布マスクもウレタンマスクについてダメだった、飛沫はやっぱり出ちゃうんだよという結果が出たのはもうこのチャンネルで、新型コロナ以前の頃からずっとウレタンマスクは通しちゃうよという話をしてましたけれど、インフルエンザ対策にもならないよという話も毎度毎度してたんですけれど、やっぱりダメだったというのを富岳の結果に乗っかるわけではないですけど、最初からもうそんなの考えればわかることでスカスカのものですから、当然ウイルスなんか止めるわけもないんですね。スポンジタイプのマスク、このスポンジはもともとこうやって目が粗いものですから、ウイルスをそもそも防ぎません。メーカーの方もウイルス止めないよっていうのは Q&A で答えてますから。
新型コロナウイルス対策としてのマスク。数量をちょっと減らしたいというものではないはずです。今そういったマスクの使い方、マスクの種類が非常に街中で増えていますが、新型コロナウイルス対策のマスクは減らしたいのではなく、吸わないのが目的です。そのために私たちアレルギー持ちが長年苦労してきたマスクのノウハウを発信しています。このチャンネルの情報が少しでも、一人でも多くの誰かの役に立つことを願っています。例えば通勤ラッシュで電車ぎゅうぎゅう詰めになってたとしても、接触感染は別にしても飛沫感染、吸っちゃう感染っていうのは最終防衛ラインのマスクちゃんとしてるだけで、あれだけ人がごちゃごちゃいても吸わないで済むんです。その方がみんないいと思いませんか？横で出してる人がたまたまいなかったから今まで感染しなかっただけというゆるゆるマスクの方たち、ぴったり密閉しましょう。そして布マスクとかウレタンマスクとか、感染防止にあまり効果がないものを一生懸命ファッションマスクを宣伝してますけど、それをやっちゃ感染止まりません。ファッションマスクが欲しいわけじゃないです。ファッションマスクって衛生マスクじゃなくて覆面ですから。今私たちが、社会が欲しいのは衛生マスク。感染を防止する能力があるマスクです。機能がないファッションマスクね。それをもてはやすのはテレビ局も企業の方もやめていただきたい。今必要なのは感染を止める能力がある、機能性があるマスクです。もう使うのやめませんか？不織布マスクにしましょう。それでも使いますか？ご視聴ありがとうございました。ちょっと強く言いましたけれど、これ大事なことだと思いますので、皆さんマスクに対する考え方、改めてちょっとそこを改革していかないと、この感染止まらないと思います。みんなでファッションマスクじゃなくて機能のあるマスク、もうぜひそれお願いします。ご視聴ありがとうございました。出ません飛ぶんです。上にすごく激しくなるのを自分で出ません。やっぱり消しこも弱くするだけ、出てないわけじゃない。遠くへ飛ばないで近くへ出してしまう。